信州東学市池森そば赤坂店オープン。今回はふわふわ納豆そば作ります。はい、ふわふわ納豆そば、はい、アンドちょっとこの、はい、何これなんか俺もすげえ今もう何武道館のステージ立ってるぐらいの気分だよ。わかる？このステンレスに囲まれたもうこれをさ、プロ仕様、ね、プロ仕様、今回ちょっと新しいスタジオから、はい、作るわけですけど、まあふわふわ納豆そば、はい、どんなイメージなの？ふわふわ納豆そば。いや、あの写真を前もっていただいてたんですけど、うん、渡さなきゃよかった。あったかいのか冷たいのかを判別できずに、はいはい、どう使うんだっけと思って今日あの仕込みの段取りがちょっと、うんうん、あのパニクってました。なるほど。どっち？まあ冷たいです。はい。浅田は？僕はあの、うん、写真を見て、ああ送んなきゃよかった。はい、で冷たいかあったかいのか分かった？いや確かにそこは考えながら、ほう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 、はい、美味しそうだなと思う。うん、はい。いやこの前納豆あさり納豆に踏み込んでから、はい、あれ？これ納豆の可能性なんかめっちゃもう無限じゃねえ、ウォーなってそれでまあ朝生卵で納豆食べるって言ったから、はい、あこれもしかしてと思ってやってみたら、はい、はい、うまいで、このメニューはまあまあ載ってるね。あその、うん、納豆と生卵を、はい、まあ味付けはいろいろあるけど、はい、ね、そんなんで早速調理開始。じゃあいつも通り電源を切ります。これもう GoPro 回ってんだもんね、もうね。はい、はい、いや高さがいいね。よし、こんぐらいでいいかな。いくぞ。これは今回はかなり細かくします。そう、じゃあアシスタントの浅田さん、はい、これを水つけてください、はい、いいね。なんかネギにさ、なんかこう照明が当たってるってさ、はい、いいねこれ。普段ネギなんかもう超脇役なのにこの厨房に来るとネギがスポットに当たってるぞこれ。はい、じゃあまたこれを水にさらします。はい、いや火力が強いっす。じゃーん、へげそば、はい、見てます。はい、どうぞ。はい、ただこれ火が強いからもしか、あ、やべ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 、あ、なに、そうか、ヘギこれちょうど、もしかしたら3分半でいいかもさ、はい、これ火入るわ、めっちゃ入る。さあ、じゃーん、ナッツ、あ、銘柄いいか、さあ、北海道ナット、いいね、ナッツをからしは、はい、使いません。タレは使います。いいいいね、厨房に来るともうあの完璧な、あ、もうこれはね、4いっちゃうんです。置いとけます。はい、最後に、はい、生卵ポット、くさ、さ、ふわふわな身がね、ここでね、わかったね、卵ちゃんがふわふわ感を、はい、ジニマ1個っす。はい、うん、さあ、ここにこの刻んだネギ、これもドサッと入れます。まるで納豆を食う前の準備でしょ。これがうまいっす。でもこんな風にしないでしょ、ネギを。いや、する？いや、細かくする？細かくして、うん、
で、ここに納豆のだし、納豆のだしを加えます。で、お好みで、お好みでって言ってるけど、俺北海道だから本当はね、ここにね、砂糖入れたいっすよでもね、今日はやめとく。はい、これ、これで一気に、もちろんやってください。マジで途中まで最後はやるけど、これね、まあまあね、まあまあやってください、ふわふわになるまで。今でもそこに入って水分で言えば納豆のカレーだけ。そうっすよ、卵だけ。そうです、誰でもできます。あの、いわゆる麺の中的なやつはただ引っ張って見ながら見るんですよ。そうそう、よし、ちょっと浅田、これじゃあ、はい、こっちもうちょっと混ぜ混ぜ、はい、お願いします。おお、水のでもめちゃくちゃいいっす、わおいやー、これは上がりますよ。なんか照明に当たりすぎてデコが真っ白ですよし、完璧。これね、洗う時間もね、はい、秒だわ。水の出が良すぎて。そうですね、うん。はい、麺完成。早速盛り付け。じゃん、そばカフェ池盛り。イエス。さあ、ここに麺を。ここにナッツガサか、やばいっすこれ。はい、うまいやつ。このふわふわのところをね、しっかり、オッケー。で、ここに、はい、出ました、てっちゃん。てっちゃんのり大活躍。これね、うまいんすよ。ぶっかけいく前にちょっといいっす、のり。あ、いいんす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 、うん、最後に、脇からいくんで。で、ここに、てっちゃんののりをたっぷり。これね、後からね、さらにのり入れてもうまいっす。もう、ふわふわ隠れちゃったけどね。で、ここに最後、のりじゃない、ネギ。あ、ネギ万能ネギ、ダブルネギ、ダブルネギで、ここで最強の、ちょっとあの、何 cc かやめ、後で検証お願いします。久しぶりなんで、これ50いくつ。ここにね、線があんだな、ほんとこれはい、ここまでで、浄水。まあ、浄水もこれも、このぐらい、ね、8分目ぐらいまで入れて、これをパサじゃーん、ふわふわ納豆そば完成。これにしようかな、あれ、これだ、完成初スタジオで完成、初厨房、イエイ。いただきます。そばカフェ池森ネーミング入り。さあ、これをぐっちゃぐちゃにします。もうあの、ただうまいだけだ本当にぶっかけ系なんか久しぶりじゃない。そうだね、そうだね。だからあの、いや、季節もだ、はい、器の容器の数字覚えてないんですよ。前はちゃんと測ったんですよ、あの線のところだよね、ハラミ、うん、大根おろしそばとか 50cc ぐらいだったと思うんですけど、これ大事よ、本当に、はい、あの量を決めとかないと、あと水の量とね、はい、あのおちょこ最強だから、はい、じゃあいただきます。これ卵って納豆を混ぜると、はい、全くあの納豆を食べて胸焼けするって人いるけど、これなりません。はい、いただきます。うん、うん、
ちゃんと食べてから言ってください。うん、ただうまい。ただうまいだけ。ただ本当にうまいだけっていう。うん。ああ。うん、もう、ちょっと納豆はね、本当に可能性秘めてんね。ああ。うん。浅田が納豆に生卵を入れるって言わなかったら、これ、やらなかったかもしれない。終わりすぎ。なんか音が、音も、はい、釣れない。もう納豆の粘りじゃん、はい。うん。ちょっと二人の意見早く聞きたいわ。皆さんの後ほど。ごちそうさまでしたの前に、はい、これも、はい、ちょっと最後ほら、こんな海苔とさ納豆がさこうやって残るんじゃん。これちょっとまあまあ味少し濃いめなんで、少しだよ。もう山根も全部食っちゃったけど。これあの美味しいなと思って。池盛りシステムはやっぱここにちゃんと蕎麦湯取れるから蕎麦湯を入れます。でこれで締めます。うん、はい、うまい。めっちゃうまい。めっちゃうまい。いやこれでね、多分山根。これもう一回そば食べたいってなる。本当にこれはね、皆さん絶対やってみてください。そば湯、うん、うん、めちゃくちゃうまい。はい、ではアシスタントの浅田さん、はい、どうぞ。いや、まあですね、ただただうまいです。わかります、うん、その表現がすごいぴったりな、うん、自分だって福岡です。福岡県民は納豆、はいはい、多分それ県民っていうか浅田家のあれじゃないですか。生卵入れるんだろ、はい、納豆食べる君だけですけどね。もすげえ手間かかるよ君、はい、いや、じゃあその白身の気分、気持ちはどこに。いや、その白身はですね、うん、ごめんなさい。食えよ。いや、あの今卵業界から多分大丈夫、怒られちゃう。たぶんいや、本当あの味でした。あの僕がいつも食べてる缶詰の納豆の味がとても良くて、うんうんはい、めっちゃ良かったです。そば、うん、も最高ですね。そばと相性もいいもんね。あ、そうですね、うん、ここネバネバ系ですね、うん、そうだね、はい、これから暑くなってきた時には、はい、なんか春を感じたからこれいいなと思って。うん、そうですね、ちょっと待って、今唇がこう納豆若干くっついてるけど、うん、で今日ね、一人、はい、今後、はい、もう多分ヒットチャートを逃げ出すんではないかと、はい、うちの事務所のもう後輩ちゃんがたまたま来たんで、はい、ちょっとおそば食べてみるっつって、はい、食べてもらったんで、はい、感想をね、はい、ちょっと声だけ、はい、ちょっとまだこれ秘密だから、はい、グッてのは今秘密兵器だから。すいません、乗ってんか、乗ってんかい。いや、声高くしなくていいんですか。いや、高い、どっちかというと低く、割と低くでしょ、あれ。まあ低いですけどね、あれね、あのデスケはディスここで全開されたら小目破れるかもしれない。うんうん、まあ、あの花火絵っていうね、女性4人組だね、バンドがございまして、まあ、これからデビューしますので、皆さん、あの花火絵よろしくお願いします。今日ボカロちゃんが来たんで、ちょっと初めて納豆そば、池盛りそば食べたんで、ちょっと感想。すごい麺がしっかりしてて、めちゃくちゃ美味しくて、うん、あとまたそば湯が入れたら味が増す、うん、甘みが増して、うんうん、すっごいもう、そば好きなんですけど、うん、初めての食べ方だったんで、うん、最高でした。あら、しかもなんかコメントも滑らかだね。ちょ超スムーズなんですけど、はい、慣れてる感が半端ないんだけど、うますぎて草とかそういうの欲しかったんだけど。でしょ、普段言うでしょそういうこと。草は言います。うん、はい、それならもう連発でしょ。それ、うん、はい、店長、あの辛いものを入れてもいいのかなと思って、うん、食べながらこう、あ、わさびかな、なんだろうなって思って、うんうん、なあ、わさびね、忘れてた。あ、わさび入れ、わさび入れるべきです。あの好きな人は。なるほど、そうそう、ただトッピングでなんかごめんなさい、ぶっかけって言うとなんかちょっとピリッとあるのもいいかも、うんうん、でもあの辛子じゃなくてわさびの方が合うかなと思って食べてました、うんうん、これ秒でしたね、うんうん、
あの要は納豆かけご飯の米がそばに変わってる、うん、確かにそこからまあちょっとつゆが入ってるって感じだと思うんですけど、うんうん、まああの納豆も体の免疫を上げる食材ですので、うん、でお蕎麦も健康ですし、そうだよ、そういうので合わせるとかなりいいんじゃないでしょうか、うん、めちゃくちゃ美味しかったです。で超簡単、はい、超簡単だからね、はいはい、ありがとうございます。皆さんぜひ試してみてください。信州戸隠池盛りそば赤坂店のグッドボタンとチャンネル登録皆さんよろしくお願いします。ではまた次の動画で閉店。